すいません、サーバーダウンで、なぜか知らないんですけど、何だったんだろうね、サーバーが落ちて。2018年6月の6日、1時4分です。よろしくお願いします。どうも、お疲れっす。お疲れ様です、皆さん。どうも。オツパ島、オツパ島って言うんだ、パトさんのところは。いや、知らないけど、そのノリは。オツパ島って言うんだ。知らねえ、オツパ島。オツパ島がでも今年一番流行るかもしんないかな、この流れだと。どうだった？弾丸塾。面白かった。みんなでちょっと弾丸塾について語り合おうよ。どうだった？やっぱプロの芸人さんの雑談ってすげえ面白くない？なんかパッと、なんか心をつかむものがあるというか、すごいよね、やっぱ。早くね、配信者と、ダンカンさんが絡むところ見たいよね。ね、落ちちゃったね、動画。どこまで喋りが聞こえてたのかわからないけど。まあまあ、まったり雑談やろ。もう疲れた、今日は。ほんと。もうこの雑談終わったら寝るよ、俺。明日 T シャツ納品だ。おー、ティミーいらっしゃい。どうもどうも。珍しくね、よっさんから電話かかってきてたのに。よっさんから電話かかってくるなんて、結構ね、珍しいなとか思って。ああ、ティミーハートありがとう。いつもありがとうね。サンキュー。YouTube の、YouTube じゃない、 T シャツも制作しないといけないんだよな。ハードスケジュールだよ。手頃が終わるまで大変だよ。寝れない日が続くよ。パトさんの特製粉茶をなんかさ、持ってきてもらいたいよね。その、なんか静岡のお茶がすごいおすすめらしくて、逆になんかそこまでね、本当に病気が治るとかを聞いてみたくない？ いや、でもね、俺ね、弾丸塾でそれやったら薬事法に触れる気がするんだよな。あれ、個人のサイトだからなんとかなってるけど、パトさんのトークはね、薬事法ギリギリ触れて、結構、炎上するんじゃねえかっていう危険性があるから。いや、ガンとか治るよって平気で言っちゃいそうじゃない？お茶飲んでないからダメなんだよみたいな。なんかそういう放送事故的な要素がありそうで、それはそれでちょっと面白いかもしれないんだけど、運営さんからしたらたまったもんじゃん。
番組自体潰れるっていう。まるまるに聞くもダメ。今、なんだったっけな。まるまるに聞くもダメで、かなり厳しいんだよね、薬事法。なんかネットワークビジネスの時徹底的に教え込まれたもんね。髪の毛が生えるとかもダメだし、要は結果が出る効果を歌うっていうのは医者じゃないと言っちゃいけないの。医者が言う分には構わないのね。医者か薬剤師だったかな。だからがんが治るとか昔は言いまくってたらしいよね。めちゃくちゃだよな本当に。はい、こんばんは。ガトナーさんいらっしゃい。マルチ商法。なんかネットミントの普通のそのたけし軍団のファンの人とのさ、ツイートのギャップとかもすげえ積もるんだよね俺の中で。たけし軍団のファンの人とかはめちゃめちゃ面白いって言ってんのに、なんかアンチコメントとかツイートされてるとね、ほんとネットミンってあの偏見の塊だなっつうか、結構じわるんだよ。ネガティブだよねネットミンって。はい、ワドツー。マキル、俺びっくりしたのがさ、マキルがいち早くさ、男官塾にツイートしててさ、事務所でさ、公開してて笑ったんだけど、マキルチェック早っとか思って。プロリスだよね。マキルね、昔からプロリス志向なんだよな、ちょっと。相変わらず、チェック早えわ、と。普通に楽しめばいいのに、なんかシャに構えますよね、ネット民って。なんか楽しいもんは楽しいで、なんでそこを認めらんないんだろうっていうか。あ、でもね、マキルのタイミングで相当早かったから、星屑ジェットさんリツイートしてたんだ、早えな。なんかね、早って思ったもん。やっぱ、星屑さんがやっぱプロだからか、すげえな。張り込み方尋常じゃないわ。多分チャンネル登録してて、あ、動画アップしたわっつって速攻リツイートしたんだろうね。すごい。やっぱリスナーでもプロはすごいわ。もうビビったもん。星屑さんも長いもんね。意外とね、ゴロリさんがね、ツイートで評価高かったとか、意外と面白かったわ、みたいな。結構ゴロリさん辛口な人で、これはないとかぶった切る人なんだけど、ゴロリさんが、なんか、緑さんのいじりと、サダのいじり面白かったっていうのは、結構、なんか評価変わりそうな気がするなと思って。星屑ジェットさんも長い、古いもん。俺が配信始めた頃から、ああいう活動ずっとやってるもんね。お金にならないよね。たけし軍団の集団コントっていうか、ほら、全盛期の面白いの知らないじゃないですか、ガトナーさん。まあ、俺も知らないんだけど、ぶっちゃけた話。やっぱり、その、たけし軍団っていうのは、なんか、何の人だろうっていうのはあったけど、昔の VTR とか仕事をその、ダンカンさんに会うのに見るじゃないですか。ぶっ飛んで面白いですよね。あの、土佐犬とかも腹抱えて笑ったし、なんだっけな、海に、バスにたけし軍団詰め込んで、あの、海に沈めるっていう、その薬剤映画みたいなコントがあるんですよ。コントっていうか、コントっていうか、まあ、企画？あれ、よく死人出なかったなとか思って。引くもんね。配信者の体張るとかいうレベルじゃないもん。要は、あの企画を考えてたのがダンカンさんなんだって。そうそう。しかも誰も止めないのが面白いんだよね。えいっさ、
ほいっさーいっさーってどういうこと？とか土佐犬に掘られるとか意味が分かんないもんな。そんなのできる配信者俺鮫島さんか小島グランプリかしか思い浮かばないもんな。あの人たち笑いに貪欲だから普通にやるかんね、うん、体張らないと怒るもんな鮫島さんとか。俺鮫島軍団でもあるから鮫島兄さんが怒るんだよ。真冬の海にね仕事休んで江ノ島行って飛び込もうぜって言われた時本当に怒られたもんな。会社のよくクビになんなかったよな。あれすごいよね。あれをさ知ったら絶対笑うもんね。知らないからさ、ダンカンさんってなんかどうなの、俳優さんじゃないのとかそういうイメージついてるけど、普通にダンカンさんの企画えぐいよ。だからね、今回のダンカン塾どうなるのかなみたいな。まあ、でも年齢的に丸くなるか。なんかもう普通に俺は鬼軍曹って感じじゃなくて普通に仏のダンカンさんって感じだったけど、あった印象ではなんか面白いおじさんって感じ。腰に餌つけてジンベエザメに海中に引きずり込まれたもうコメントで見るだけで面白いもんね、そんなんで何その、それさもうさ企画じゃなくてさ、それはだからさいじめっていう文化を作っちゃって人たちだからそんな面白いなんの、すげえな。っていうかラッシャーさんとかさラッキョさんとかも体張りすぎでしょよく生きてるよな面白いね。いや芸人だよねやっぱ。勝てねえな芸人、すげえな。今のテレビは絶対無理っすね。ただの放送事故っすからね。お笑いウルトラクイズとかもう、みんなやっぱ何ダンカンさんの企画とか知ってるんだね。だから世代ですよね、ただ単に。もうダンカンさんも60超えてんのかな。うん、だから単純な知らないだけっていう。30代だから俺33なんだけど、やっぱダンカンさんの企画とか見たことなくて、ビートたけしさんは司会のイメージなんだよね。アンビリーバボーとかさ、なんだろう、テレビタックルとか、なんかとにかく、あとなんだ、世界丸見えテレビだ。とにかく真ん中に座って一言コメントする人っていうイメージ。あと映画監督ね、知らない。だからおっさんたちはお前ダンカンさんめちゃめちゃ面白いぞって言うんだけど、なんか若い人たちが何ダンカンってみたいな、その温度差がすげえ面白いの。だけど現場でやっぱプロのトーク聞いたけど、配信者とは比にならないぐらい喋りが上手くてびっくりした。あ、そうなんだ。おー、すごいね、ヒトラーさんね、うん、サムネが本当にヒトラーになってる。どうなるかだよな。もうこればっかりは本当に分かんねえからな。なんかこう神がかって面白い感じになったら嬉しいけど。
今石川さんが青壁で配信者とつまちやってる。へえ、珍しい。青壁、へえ。のりゆきさんが青壁って珍しくない？何があったんだろう。逆、本当びっくりするぐらい珍しいよね。へえ。荒野とか行くんじゃないの？珍しい。古いけど元気は出れてるよ。面白い企画がほとんどダンカンさん。あ、らしいっすね。なんかスタッフさんに聞いたんですけど、ダンカンさんってやっぱり北野武の側近でもあるから、要は企画とか構成、番組の普通の構成作家とかが不正がないようにっていうことで、本当にテレビの面白い作家さん、ダンカンさんも一人入ってるんだけど、要は誰の企画ですよっていうのを書かないで、名前を伏せて、たけしさんに企画書出すんだって。で、選ばれるのがほとんどダンカンさんだったって。だから、もう、要はたけしさんが好きな企画っていうのを完全に把握してたらしいよ。トム・ソーヤ池上と石川紀之さんのコラボ。コラボっていうかね、あー、トム池なー。やっぱハマってたんだろうな。たけしさん好みの企画を完全に理解してたんだろうね。そういうところはすごいよな、ほんと。今も番組持ってんのかな？ローカルではあるんじゃん。いっぱいあるよ。ダンカンさんも今俳優業やってるし、なんだっけ。ライターもやってるし、仕事はあるよ、全然。もちろん当たり前だけど。仕事は全然ある。ただ、やっぱテレビイコール、あれじゃん。なんつうんだろう。フジテレビとかさ、でっかいところをみんな連想するわけじゃん。そことのギャップなんじゃないの？全然仕事やってるよ。てか、めちゃめちゃハードスケジュールだよ。めちゃくちゃハードスケジュール。あ、そりゃそうだよな。なんちゃら見て、これでいい。イラスト。だいぶ質感出てきたと思うんだけど。これでいこうか。T シャツのデザインができました。野球はもう、いやもう阪神タイガース、もうずーっと追っかけてますよ。これが T シャツの表面のデザインですね。いい感じじゃないですか。これでいきましょう。いいね。まがまがしいね。これはすごいな。すげえ絵だな。名前伏せての企画勝負はすごいっすよね。やっぱ本当に面白いものを決めるんだっていうか。だから現場に来た時にネタ帳を持ってたっていうのがすごかった。いまだに寝る前も暇な時があったらずっとネタ書いてるらしいよ。もうそういう、もうなんつうの、脳みそなんだろうね。要は芸人、売れてもそれってすごいよな。売れてないんだったらまだね、あれだけど。あ、もう生涯現役なんじゃないかな。
立川談志さんの、弟子だったんだよね。で、たけしさんのところに弟子に行くときに怒られると思ったけど、意を決して行ったら、なんか、たけしにこれ持ってけ、みたいな。お酒渡したとか、そんなエピソードあったよね。うん。ああ、多分そうだろうね、カニピョさんね。もう、なんつうんだろう。要はネタが命っていうタイプ。なんかね、でもね、不思議だったのがね、なんか喋りはそんなに得意じゃないらしいんだよ、ダンカンさん、実は。だから、その構成書いたりとか、そういうのが得意なタイプで、まあまあ、構成作家っつって、だから元芸人さんがなったりするじゃん。だけど、ダンカンさんね、なんかすげえ舞台とかも見ても、笑いガンガン取ってるし、すごいんだよね。うん。うん、今日は寝ようかな。なんか、一回流れ止まっちゃったよね、さっきので。疲れちゃった、俺。今日寝るわ。また明日放送するわ。うん、睡眠全然取れてなかったし。ごめんね、中途半端で。